い、こんにちは、村野さとしです。コロナウイルスの影響で学校が臨時休校中です。我々教師は今何を準備今しとくべきなのかと考えた時に、まあいろいろあるとは思うんですけども、学校が再開された時に各教科授業をいかにして行うかということが問題になってくると思います。やはり再開された時になるべく短い時間で効果的に遅れた分の授業を取り戻す必要があるわけですね。そうした時に今のうちにできることの一つとして、単元を時短で行う、1単元を、まあ、普通ね10時間ぐらいある単元をなるべく短い時数で行うということを今からある程度計画しておいた方がいいかなと思うんですね。なるべく短い時間で授業できないかということを、まあ、これから少し提案していきたいなと思います。で、今日は最初に3年生の算数第一単元が掛け算九九を見直そうみたいなね単元があるんですね。で、そこがだいたい9時間計画です。まあなるべく短くやるということを前提に授業を考えてみました。まあ、実際に授業を行う場合は2時間とかかかってしまうとは思うんですけども、あの動画の上ではできるだけ15分間で1単元を収めてみようということに挑戦します。時間が限られることでできることも限られてくるので、最も大事なところだけね、こう凝縮されるんではないかということで、15分以内に1単元分の授業をするということを、まあ、この動画では目標にしてやってみたいと思います。ですから結構ね、どうなんだそれはっていうこともあると思うんですけども、これを叩き台にして、ここはもうちょっとこういうことができるとか、ここはもう少し改善して、こんな風にした方が子供にいいんじゃないかということをですね、皆さんで考えていただく、その叩き台として提案していきたいなと思います。100玉そろばんですね。数字だけ見た場合ですね、例えば8という数字を見たときに、数の概念がしっかりできてない子は、量としての8がイメージできないんですね。文字としての8でしか見てないんです。8というのが、これをね、この玉の8個分を表してるんだということが、分かってない子がいるので、やはり数というものが量で概念を作っていく必要があるので、この100玉ソルボンを使いながら授業していこうと思います。おすすめの教材です。で、これね、パチンっていい音がするのでね、子供たちがこう注目しやすいというのもいい点です。はい。なので、3年生の掛け算の単元を、この100玉ソルボン、基本的にこれ一つで授業してみたいなと思います。はい、7×4 の答えの見つけ方。71が7、7に14、7321、74だけ忘れちゃったという場合ですね。3つあるんですが、1つ目の方法です。他の九九を使う。例えば41が4、42が8、4312、4416、4520、4624、4728。はい。上と下の数が同じになったね。上は74、下は47。4728。ということが分かっていれば、上の74は28だということも分かりますね。はい。これを式にしてみるとこうなります。74は、47が28なので、74も28だということが分かる。これが一つ目の方法です。では次、二つ目の方法ね。はい。71が7、7に14、7321。これが分からない。これは分からないけども、73まで分かったんだね。7321までは分かってる。74が分からない。はい。じゃあ21にこの7を足せば答え出るね。足してみよう。ここまでが7321、22、23、24、25、26、27、28。はい。ということで、21に7を足すと28だということがわかるね。これを式にしてみますとこうなります。7、7、3。ここまでは分かったんだね。7、3まで分かりました。これが21でしたね。それに7を足すから、足す7。はい、21足す7で、7×4 は28だということが分かります。これが2つ目の方法。3つ目。はい、3つ目の方法です。71が4、
7214、7321、7がわからない、7535、はい、こういう場合ね、7535は分かってる場合、この場合これが足しすぎですよね。ですからこれを引けば七子の数がわかります。引けばね、はい、じゃあ戻してみましょう。今7535ですから、34、33、32、31、30、29、28、したがって七子は28だということがわかります。これを式にしてみましょう。これは七五まで行きました。7535まではやった。7535まではやったんだけども、これだと足しすぎなので、これを引いたんだね。引く7をしました。35から7を引いて答えは28。 7×4 は28ということがわかります。では練習問題をやってみましょう。はい、今度は 9×7 の答えが分からなくなってしまった場合です。9×7 の答えの見つけ方。9の段。9×1、9×2、18×3、27×3、36×5、56×6×54、9×7が分からない。9×7が分からないね。前勉強した3つの方法でもできますが、今度は第4の方法を考えてみます。こんな方法です。9×7が分からないので、こういうふうに分けます。そうすると、ここは5ですね。5が1、2、3、4、5、6、7。こっちは5が7つだから、5、7、35。こっちは4が1、2、3、4、5、6、7。4が7つで、4、7、28。これを式に書いてみます。2つに分けたんだね。はい、こっちが5735、こっちが4728。つまりこの9を5と4に分けたんですね。9あったものを5と4に分けました。そしてこれをガチャンと一緒にすると 9×7 の答えになるね。合わせて63。なので 9×7 は63ということがわかります。これが一つ目の方法。もう一つの方法いきます。はい、じゃあまだ9の段ね。9×1が9、9×2が18、9×3が26、9×5が54、9×7がわからない。はい、今度はこういうふうに分けます。はい、上と下に分けました。上は9が1、2、3で草27ですね。下は9が1、2、3、4、串36ですね。これも式に表しています。2つに分けました。はい、こっちが草27、下が串36。今度の場合は7を3と4に分けて計算しています。そしてこれを合わせると 9×7 の答えわかるね。はい、9×7 は63。この方法でもわかります。1の方はかけられる数を2つに分けたやり方、2の方はかける数を2つに分けたやり方です。では練習問題やってみましょう。はい、次は10の掛け算です。10の入った掛け算ですね。ではまず最初1番、 10×4、 100玉そろばんでやってみましょう。10、20、30、
はい、答えはそう、40だね。40になります。はい、次2番です。2番は 6×10。 これをね、いろいろな方法で解いていこうと思います。掛け算というのは、掛けられる数と掛ける数を入れ替えても答えが変わらなかったね。なので入れ替えましょう。10×6。 はい、こうすると丸石と同じタイプになりました。じゃあ100玉で見ていきますよ。10、20、30、40、50。はい、いくつだ。そうだね、60になります。ですから 6×10 は60ということがわかるね。はい、次の方法。はい、6の段の九九いきます。6×1は6、6×2は6、6×3は6、6×3は6、6×4は6、6×4は6、6×5は6、6×10がわからない。はい、 6×9 まではわかる、6までわかる、6までわかるけど60がわからないパターンだね。6にこれ6を足せば 6×10 の答えがわかるね。はい、これを式にしてみましょう。6×9 までは分かってる。6は54。これに、ね、6を足すから、6。そうすると、54足す6で、答えが60ということが分かりますね。これが2つ目。じゃあ3つ目。はい、3つ目の方法は、じゃあまず、いこうね。はい、6×1は6、6×2は6、6×3は6、6×4は6、6×4は6、6×5は6、6×10が分からない。じゃあ今度は分ける方法にしてみましょう。じゃあこう分けよう。よいしょ。はい、上が6が2つ。2つ分。下が6が1、2、3、4、5、6、7、8、8つ分です。これを分けて式にしましょう。上が 6×2、 6が2つね、6×2×12。 下が6×8、 6×48。 でこれを合わせると 6×10 の答えが分かるね。合わせます。はい、合わせて60。 6×10 は60ということが分かります。では練習問題をやってみましょう。はい、今度の勉強はじゃんけんゲームです。じゃんけんゲームのルールは、まず相手とじゃんけんをして、勝ったら、パーで勝ったら3点が入ります。チョキで勝ったら2点が入ります。そしてグーで勝ったら1点が入ります。そして負けたら0点です。はい、そしてある子はこういう得点でした。はい、3点は1個もありませんでした。で、チョキで勝った回数が1、2、3、4回でした。そしてグーで勝った回数が2回、そして負けが4回ありました。こういうふうになりました。さあ、この人の合計得点は何点になるでしょうね。じゃあ表にまとめていきますよ。はい、得点3点、回数が0でしたね。そして2点、初期で勝ったのが4回、そしてグーで勝った回数が2回で、負けが4回。はい、合計10回じゃんけんをしたんだね。これを計算でね、答えを出していこうと思います。まず最初、ここね、一番上のところ、これは3が何回入ったの？0だね。だから 3×0 という掛け算になります。はい、ここはチョキで勝ったのは4回だから 2×4。
はい、グーで勝ったのが2回だから 1×2、 そして負けたのが4回なので 0×4 になります。はい、簡単なのは西が8だね、8点、インニが2点、さあ3点が0回ということはここ何点になりますか。そう、ここは0点だね、だって入ってないんだから。じゃあここ0点が4回、負けが4回、これ何点入る。そう、負けてるから1点も入らないね、0です。そうすると表にまとめていくと0、8、2、0ってなるね。はい、合計10回やって合計得点は10点ね、っていうことがわかります。はい、ではね、練習問題やってみようか。はい、じゃあ100玉で練習問題出してみるね。やっぱり10回やりました、じゃんけんね。パーで勝ったのが2回、チョキで勝った回数2回、グーで勝った回数0、負けが6回。はい、この子の得点を計算してみてください。どうぞ。はい、では最後に3台やってみましょう。はい、一番上は3の段、3パだね、やってみるよ。はい、3、1、3、3、2、6、3、9、3、7、3、5、5、6、6、16、3、7、3、8、3、8、24。これはね、簡単だね、3、8、24。さあ、次です。8の段。かける数がわかりません。答えが56になる8の段の九九ですね。56になるまでやってみるよ。8、1が8。8、2、16。8、3、24。8、4、32。8、5、40。8、6、48。8、7、56。8、7、56。なので、ここは7になるね。はい、最後です。今度は、かけられる数がわかりません。これどうしよう。掛け算の決まりを使えばいいね。この式は、こうしてもよかったんだよね。なので、6の段で30になる九九を探せばいいね。はい、6、1が6、6、2、12、6、3、18、6、4、2、14、6、5、30、6、5、30。だから、ここに5が入りますね。答えは5となります。はい、では練習問題をやってみましょう。はい、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでね、授業を作ってみましたけども、まあ、子どもたちが考える時間だとか練習問題を解く時間というのはこの15分にはもちろん入ってないんですけども、まあ、なるべく時短しながら今のような展開を基本形としてできたらかなり縮められるんじゃないかなというふうに思います。ではまた今後もいろいろ提案していきたいと思います。ではまた。